中野実験室です。今日はちょっと政治経済的な内容を話してみようと思います。いやー、面白くなってきましたね。タックス経分。タックス経分ですね。もうニュースとかで普通に出ていることなんですが、世界を揺るがしかねない大問題になるかもしれないわけですね。もう実際、アイスランドの首相は退陣したわけで、すでに世界は動いてしまったわけですが、もう世の中全部ひっくり返っちゃうんじゃないかなっていうような、衝撃度がありました。タックスヘイブンっていうのは一体何かというと、税金っていうのは、国によって高いとか低いとかがありまして、日本は法人税が高いなんてことを、ずっと言ってて、それで消費税を上げたりとかしてるわけですが、私は別に日本の法人税が高いなんていうのは思ってないんですけど、僕は法人じゃないですが、だから、よその国の税金の安い国に、会社を作って、そこに資金を、使うというか、注入すれば、その分は、日本でやるなら日本に払う税金が少なくなるということですね。アマゾンとか、みんなが使ってると思うアマゾンとかって、思っきり日本の商品とかを日本で売って販売してるわけですが、あくまであれはアメリカの企業なので、日本にその払ってる税金っていうのは、普通の会社に比べると少ないんです。でもアマゾンっていうのは実際に活動してるわけですが、タックスヘイブンで問題となってるのは、実体のないペーパーカンパニーを作ったりとかして、ただ支払う税金を少なくするためだけに、租税回避という言葉が使われてますが、世の中のすごいお金持ちたちが、そういうことをやってるってことが、っていう、証拠の文書が、流出したみたいです。ただ、租税回避というのは別に違法な行為かというと、違法ではないんですね。いいか悪いか、許せるか許せないかっていう問題は別として、違法ではないと。ただ、アイスランドの首相が、タックスヘイブンっていうのを利用してて、なぜ退陣したかというと、一つの国の首相ですから、税金を集める。集めた上で使う。そして足りなかったら税金を上げたりとかするような人が、個人資産というのは節税してたっていうのはどういうことだっていうことになるわけですね。で、結局一番最初に先鋒を切って、今回の騒動で、その立場を失った人になってしまいましたが、仮に彼がやってたことが、詳しいことは知らないですが、法律上、ありなことだとしても、道義的問題として、それはどうなのかという話になれば、やはり批判は免れないということになりますね。道義的問題です。日本企業のあれこれというのは、まだあんまりテレビに出てきてませんし、そしてテレビのニュースとかっていうのは、スポンサー様がついてやってる番組ですから、大々的に報道して、もしスポンサーさんがタックスヘイブンを利用していたとして、それが違法行為じゃなかったとしても、もうその印象が悪くなるということは避けられないでしょうから、そんなことは基本的にテレビのニュースは報道できないはずです。するとしたら NHK でしょうけど、実際どうなるかは分かりませんね。
まあ、日本の政治家とかがもし、租税回避とかを今回流出した文章でやってるのとかが出てきたら、これはまたとんでもない話ですね。まあ、その本人じゃなくても政治家の一族の人とか関係者とかつながってる人物でもどうかと思うところはあります。なぜなら、まあ、一番我々に関わってる税金といえば消費税だと思うんですが、僕が、生まれた頃は消費税はなかったです。まあ、何歳かバレちゃいますけど、途中で3%になり、5%になり、今は8%、8%になり、近々10%に上がるわけですね。で、なんで消費税を上げるかっていうと、やっぱり税金が足りないから上げるわけでして、じゃ足りない額っていうのがいくらぐらいなのかっていう話と、まあ、日本のお金持ちたちがもしもタックスヘイブンになる一般人じゃできないような節税対策をして、節税をして、その幸せが、しわ寄せが、僕たち一般庶民に来ているとしたら、まあ、ルールでは OK であったとしても、気持ちの部分では割り切れないところがあるんじゃないでしょうか。中国の習近平、国家主席の名前とかも上がってまして、まあ、日本企業も、名前はポロポロあるみたいなんですが、まあ、経団連とかってあるじゃないですか。まあ、消費税を上げろっていうような風に言ってる経済の、まあ、団体。まあ、法人税を下げろとか、そういうような、お金を持ってる人たちっていうのは、まあ、いるはずなんですが、そういう人たちが、一般庶民にはできないような、節税をしていたとして、その幸せが、まあ、僕らに来てる可能性もある。まあ、2回言いましたけどね。まあ、だからもう、日本の政治家の名前とかが今後出てくるのかどうかわからないですし、まあ仮にあったとしてもテレビのニュースにはならないと思うんですが、そんなすごいことが今、インターネットでまあ知ったことですが起きてます。ちょっと最初に言うべきでしたね。パナマ文書ですね。パナマ文書。パナマ。まあ今、インターネットでパナマと検索したら、これに関することがたくさん出てくると思うので、もしよく知らない人は、検索してみてはいかがでしょうか。いやどうなるのかなと。とりあえずアイスランドではもう動きがあったわけですが、もしかしたらその歴史的な事件というのに立ち会っているのかもしれません。そしてまあ、もともと、そのような文章を流出させた人が、南ドイツ新聞というドイツの新聞社にメールがあって、2.6テラバイトものファイルは、まあ、流出したわけなんですが、まあ、命がけの行為かもしれないですね。バレるとめちゃめちゃやばいですし、それでも世界を変えてやりたいというか、金持ちを困らせたいというような思いがあったのか、わかりませんが、これはその今、ヨーロッパで、テロが起きてるとか、そういうこととはまた別次元の、テロと表現するのはまあふさわしくないかもしれませんが、そのようなことが、起きてるんじゃないかと思っています。いや、まあ、僕がビビってるだけであんまり世界っていうのは変わらないのかもしれないですが、ロシアのプーチン首相の親戚とか、結構大きな国の代表の名前が上がってまして、いや、2016年は一体どうなのかななんていうふうに、ぐるぐると考えてまして、思わず動画にしてみました。まあ、その YouTube を見る人は、まあ、小学生、中学生の方が多い印象があるんですが、まあ、大人の方が見ていただいていても全然嬉しいんですが、パナマ文書、ちょっと、もしかしたらすごい歴史の、
転換点に僕たちはいるのかもしれません。それでは、ご清聴ありがとうございました。またお会いしましょう。